これからですね、マックルーベを作ります。マックルーベっていうのはアラビア語でひっくり返すっていう意味なんですけれども、中東の家庭料理ということで、レストランよりもそうですね、家庭でよく食べられることが多いですね。で、今日はですね、いろんな作り方がマックルーベってあるんですけれども、僕は現地で習ったように作ってみたいと思います。工程がちょっと長いんですけれども、ざっくり説明しますと、まずこちらの野菜をですね素揚げします。そちらが終わった後に鶏肉をですね水に入れまして、その鶏の出汁を取ります。その出汁でですね、ご飯を炊くんですが、その際に素揚げした野菜たちを入れてですね、鶏肉もその中に一緒に炊き込みます。で、ひっくり返すんですけれども、ひっくり返した後にですね、これがマックルーベの特徴なんですけれども、素揚げしたナッツとかイタリアンパセリというのを乗っける、まあご飯のケーキのような形になるのかな、最終的には。ちょっと太めに、ナスの素揚げは必ず入れますね。僕が習った家庭では必ず素揚げする前に塩を振って揉んでおきなさいと言われました。ナスを入れたり、こんな感じかな。それではひっくり返します。完成しました。マックルーベです。こんにちは。こんにちは。Dialogue for People D4P フォトジャーナリストの佐藤圭です。前回前々回に引き続き、はい、マックルーベ王子ことジムネットの斉藤良平さんに来ていただいております。はい。料理3品目はこのマックルーベというですね、もうまさにこうド派手な料理を作っていただくという予告をいたしましたが、できました。そうですね。何ですかこれは。これはですね、でもそんなに大きい方でもないんです。これは大きい方じゃないですか。現地で食べるともうちょっと大きいかもしれないですね。はい、これは先ほど皆さんに見ていただいた通り、鍋ひっくり返して作るんですよね。うん、そのひっくり返すの意味がマックルーベ。マックルーベっていうのはひっくり返すっていう意味なので、はい、まあそのまま料理名になったんでしょうね。はい。うん、で鍋に初めこう素揚げした野菜を敷きますよね。うん、でそれが裏返ってこう表に出てくることで、この綺麗な幾何学模様ができていて、そうなんです。で上に乗ったこのナッツの香ばしさが映像じゃ伝えられないのが本当にもどかしいですが、いや本当にね、中東料理の特徴の一つだと思うんですけど、はい、ナッツ系の素揚げがねよく出てくるんですよ。このナッツ系の素揚げっておそらく単体で食べても美味しいと思うんですけども、はい、まあ、ご飯と非常に合うっていうことで、はい、これはただ僕中東に取材によく行っていても、うん、そんなにお目にかかるものじゃないんですよね。いや本当におっしゃる通りで、レストランで出てくることは本当に少なくて、はい、なんでかっていうとやっぱり家庭料理だからでしょうね。早速ちょっといただいていきたいと思いますが、ぜひぜひぜひちょっと取り分けていただいてもよろしいでしょうか。いやもうはい、もうザクザクと、ザク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 と、はい、なんせ6合分ありますからね。6合プラス野菜がいっぱい入ってますので、うわあ、中にもたっぷりと野菜が。そうなんです。では早速いただきます。いただきます。うん、うん、すごい野菜が柔らかくなってて、うん、でもこのナッツのカリカリ感と合わさって、うん、香ばしい。あ、今日は鍋で作ったんですけれども、はい、同じ方法で炊飯器で作ると、まあ、2合とか3合っていう小さいものでも作ることできますし、まあ一般家庭だとそちらの方が楽かもしれないですね。うん、
いやー、こういうシリアの話とか聞くとすぐ行きたいなと思うんですけど、なかなか本当に今難しいご時世にはなっていますが、うん、まあ、今後ジムネットさんどのようにこう中東での仕事を進めていく予定ですか？そうですね、やはりこのコロナの状況っていうのは全く読めないんですけれども、幸いですね、現地スタッフがとても頑張ってくれてまして、なんとかプロジェクトを止めないように、活動が続けられているんですけれども、近年ジムネットではですね、まあ、ずっと小児がん支援ってやってるんですけれども、心理社会的支援ということで、はい、小児がん患者の支援はもちろんのこと、そこのご家族の支援っていうのもずっと継続して行っていますので、そちらの方も小児がん患者と同様に、はい、力を入れて支援していきたいなと思ってます。はい、実は僕たち D4P でもこう、はい、メインは伝える活動なんですけれども、まあ、現地にニーズさえあり信頼できる人がいれば直接支援というのも行ったりもしてるんですね。うん、そうですよね。はい、で前回はザンビア共和国のストリートチルドレンの子どもたちにマスクを配布するという授業をさせていただいたんですけれども、実はこのコロナ禍の前から中東地域でもいろいろな人の取材をさせていただいているうちに、やっぱりもっとこういうことを改善したいとか、こういうところが足りてないんだという声は入ってくるんですよね。どうしてもこのコロナ禍一色になってしまって、そういう細かいニーズがちょっと見えづらくなってる今だからこそ、まあ、ちゃんと現地の人と連携して信頼できる人との関係性を築き上げていって、できることを行っていけたらなと思いますね。そうですね。あとやはり日本で支えてくださっている支援者の方々の存在っても本当に勇気づけられまして、こういった状況でなかなか現地のことっていうのが発信できない時期もあったんですけれども、まあ、そういった時にですね、やっぱり励ましてくださったりですとか、ご支援していただけるっていうのは本当に心強く、まあ、今後も頑張っていかなければいけないなということを感じますね。はいはい、というわけで、はい、マックルーベ王子の作ったもう最高のマックルーベをいただいております。ジムネットさんもそうですし、はい、まあ、弊会の D4P としても多くの方々に寄付をいただき支えていただいております。で今回ですね、全てのことをお伝えできたわけではないですので、まあ、どちらの、はい、ウェブサイトからも細かな、ね、情報など見ることができますし、こちらの動画の概要欄にもですね、どちらの団体のリンクもありますので、そちらの方も見ていただけたらなと思います。3回にわたって中東の美味しい料理を、はい、作っていただいた斉藤良平さん、ありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。はい、どうぞよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。またこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援ご協力よろしくお願いいたします。